角中克也選手です。放送席そしてマリーンズファンの皆さん、とうとう単独首位に立ちました。投打に活躍のお二人にまず盛大な拍手をお願いいたします。まずは4連勝、ナイスピッチングでした。石川投手です。ナイスピッチングでした。ありがとうございます。ご自身も3連勝中で、そして今日チーム勝ちますと単独首位という局面での先発でしたが、どんな思いでマウンドに上がられましたか？あんまりそういうのを意識せずに、まあ、状態はあんま良くなかったんで、しっかり投げたいなという思いで投げました。いつも自分に厳しい石川投手ですけれども、今日のピッチング振り返っていかがでしたでしょうか？良かったと思います、はい、具体的にはどのあたりが良かったでしょう？いつもヒットいっぱい打たれるんですけど、今日は少なめだったんで、はい、そこら辺が良かったと思います。それからキャッチャーの田村選手のリードはいかがでしたでしょうか？良かったと思います、はい。この2試合石川投手投げた時は打線がかなり活発ですね。そうですね、すごい楽に投げてます。さあ、いよいよチームが単独首位に立ちました。お気持ちいかがでしょう？嬉しいです。またホークスにはネット強いですね、今シーズンも。どのあたりに要因があるんでしょう？いや、わかんないですけど、はい。チームの状態はいかがですか？いや、すごい雰囲気も良くて、パクさんも状態上がってきたんで、すごいいいと思います。それでは遅くまで球場に足を運んでくださったファンにメッセージをお願いいたします。これからも勝っていきたいと思います。応援よろしくお願いします。4連勝の石川投手に盛大な拍手をお願いいたします。そして1球で見事に仕留めてくれました角中選手です。ナイスバッティングでした。はい、ありがとうございます。ピッチャーが変わったイニングでの打席だったんですが、どんな思いで打席入られましたでしょうか？どんな思い、まあそうですね、まあ、1点欲しいなと思って、はい、打席入りました。打ったのは初球でしたね。いかがでしたか？いや、正直、まあ、アンダースローだったんで、まあ普段見ないんで、とりあえず1球見て、はい、っていう全く打つ気ないつもりだったんですけど、はい、気づいたらタイミング合ってたんで振っちゃってました。それが見事な決勝打になりました。いかがですか？いや、まあ打った後は本当に、絶対ホームまで安田帰ってこいよっていう、はい、つもりで、はい、見てました。石川投手が投げるときには本当にチームも打線活発ですね。これはバッティング陣が見るとどうなんでしょう？まあやっぱり自分守ってないんで何とも言えないですけど、投球テンポとか、はい、すごいいいんで、はい、守ってた時はすごい守りやすかったんで、それが打線の方にも、はい、いい影響を及ぼしてるんじゃないかと思います。では角中選手にお伺いしたいと思います。いよいよ単独首位に立ちました。お気持ちいかがでしょう？そうですね、あんまり選手は多分そこまでなんか嬉しいなとか多分ないです。シーズン半ばですもんね、まだね。もうとりあえず目先の勝利と、はい、本当に終わった時に一番上にいるっていうことだけ、はい、考えてやってます。ファンの皆さんは最後の最後までこの順位をキープしてもらいたいという思いがあると思います。最後にメッセージをお願いいたします。メッセージをお願いいたします。最後に、はい、はい、明日も勝ちます。
応援よろしくお願いします。投打に活躍の2人に今一度盛大な拍手をお願いいたします。放送席マイクを返していただきます。今日は7回を投げまして自身4連勝となる勝利を挙げた石川投手と、そして6回に貴重なこの